昔ヨーロッパを中心に印象派からどんどん文脈を組むという話を前回からもしていますが、キュビスム、ダダ、シュルレアリスムというふうに流れを組んでいって、前回お話ししたデュシャンの泉、はい、実はあれダダの時代なんです、うん、まあ、ただ時代でいうと近代、まだまだ近代なんですね、うん、ただアートはこの何年でスパッと現代に変わるということではないので、うん、ダダあたりで始まった動きがどんどん組まれていって現代になってくる、うん。